200日なのに、うんうん、あれだ。リップちゃんが足りてないんだ。しました。やだ、みんなに寝坊姫とやれる。よし、オッケー。大人っぽいですか？髪の毛うらしてるからかな。よし、タルト探しちゃう。じゃあもうちょっと乾杯はもうちょっとあれにしよっかな。あとにしよっか。あーやだやだ、みんなに寝坊姫って言われて。あーやだやだ。そうだね、テロップまで出るまではまだだからね。確かにテロップ出たから乾杯にしよっか。それがいいわ。ねえ、日向さんのね、学ラン姿かわいかった。せんきゃいかん。せんきゃいかん。もちろんすぐ見ました。それもニュースでもやってたしね、全部チェックしました。任せない。いや、巻き巻きうまくいった。今日なんか最近はちょっと長さがねちょっと足りなくて、なんか巻き巻きがちょっとね毎回うまくいかなくて、はぁ、あ、はぁ、あ、ってなってて、けど今日はなんか長さもねどんどん長くなってちょうどよくなってきて、巻いたら可愛い長さになってきたので、で今日は巻きたいなーって思ってたし巻きました。そう、あゆはね選挙まだ行けない。なんか前髪の調子が良くないんだね、負けたのに。かわいいでしょ。いや、普通うちの学校巻き髪 OK だよ。だから巻き髪でも学校行ってるし。めっちゃ美人ちゃん。あら、うれしい。あら、あら、うれしい。あ、ちょっと待って。ちょっとね、みんなに見せたいのがあるんですよね。ででーん、大人あゆさんから一気に子供になっちまった。あとは後ろに羽を生やして子供になった。これなんか普通にいりりいりいりりりり見たら惹かれちゃって買っちゃった。惹かれて買っちゃいました。
何つけてんだって感じだよね。幼稚園ちゃん、なんかこれがまた100均クオリティだなって感じしますね。スクショタイム欲しい、いいじゃん。ふふふ、てん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 、ふふ、かわいいでしょ。なんか普通に違うの、100均でね。なんかママが前100均で買ったゼロの、あの、あ、なんかね、そのパパのお誕生日用になんだっけ、まあなんかいろいろ準備してたんだけど使えなくて、でなんかこういうの100均にあるんじゃないみたいに、買ってきたらみたいに言われて見てたんだけど、まあなんかなくて、違うね、系列の店舗だったっぽくて、そのお求めてたやつはなかったんですけど、ちょうどその時これ見てかわいいと思って買っちゃった。なんだ、なんかさ NGT とかこういう活動をする前まで絶対こんなんいらないじゃんって感じだったんだけど、なんかなんか最近はなんかもうこういうのすらも全て必要みたいな感じに思ってきて。はいちゃん、えね、スティックも買えばよかったけどなかったんだよね、かわいいのだから。愛のスティックはくしー、じゃーん、チャラララチャラララ、そういうのが好きなんです。まあ好きっていうわけじゃないけど、まあ好きってことにしたくないし、巻き髪もいい感じでした。冷静に言われてみると、冷静に言われてみるとどういうことやね。はーい、アイドルの特権だね。そう、アイドルの特権。音の出るスティックが、あ、待って、ワンチャンあるかも。ちょっとお待ちを。そういえばなんかいいのがあるかもしれない。あ、ないかもしれない、あるかもしれない。なんかね、これをなんかいいのあったよ。てれーん、なんでこれ持ってるんだろう、なんでかわかんないけど、中学生ぐらいの時になんか買ったやつ。なんか取ってあったし、おもろい。なんであるんだろうね、死んじゃう。これも光りそうじゃない。ガーッ、え、待って、取っちゃった。待って、やばい、破壊、今破壊シーン、やばい。やばい、おもろい。てん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 。いや、これはね、ただビヨンってやりたかっただけなんだよ。そのちょっとバネになってるから。そしたらこれ取っちゃった。イエーイ。あとこれもある。これは音も鳴るし光るし。これは可愛くて一目惚れして、なんか中学生ぐらいの時に買ったやつ。なんであれこんなの買ってんだろうね、中学生で。普通にこの活動してなくても買ってたじゃん、全然。ピンクが欲しかったのに、なんで青があるんだろう。
ムーンみたいじゃない、可愛くない、普通に可愛くて買っちゃったんだよね。魔法少女みたい、それなめっちゃ思った、うちも。あ、多分ねこの時ほんと魔法少女とかハマってたんじゃないかな。おもろい音鳴るな。はい、こちらまあ使う時になったら使いましょう。妹ちゃんはもうそういうの興味ない年だと思いますけど、まあ取られちゃうかもしれませんね。あ、ててて、ロングワンピースちゃんなので椅子が踏んでた、椅子踏んじゃった。みんなもう準備できたかしら、乾杯の準備。まだ15分経ってないからあれだけど、もうそろそろ経ちそうよ。15分経ってテロップ出たら乾杯の準備よ。もうアユはね入れときます。飲み物は全然、私お水なんだけどグラスだけね、ワイングラチュー、マミーが準備してくれた。なんか書いてあった。私これつけたまんまで OK？ 普通に変な人なのおもろい。よし、じゃああとはテロップを待つのみだね。つけてて OK！敵なげですね。で、乾杯してから愛ちゃんのタルト公開です。よいしょ。何のさゲームをしようか全然考えてないんだよね。なんか、うん、どうしようみたいな。うん、どうしようみたいな。グーチョキパーティング、グーチョキ、初めてホイじゃない。で、いろんなやつしようかなって思ってた。あゆしてるゲーム、あゆしてるゲーム難しくない？どうやって、まあ負けとか。モノマネ当てましょうゲーム。うわ、モノマネ、誰モノマネするかによるんだよね。よるっていうかさ、例えば楽屋の誰かとかだったらさ、みんな知らない一面かもしれないじゃん。今年の夏は暑くなる、汽車はやはりかはまりすぎ。ハマりすぎ。たかしとかできそう。たかし、たかしなんだろう。あ、トラップ出ましたよ。じゃあみなちゃんいきますよ。毎日配信200日、かばーちゃん、はあ、無事に200日、無事に200日経ちました。すごくない？200日やってるって
すげえよ、普通にすげえよすげえよあいつ。じゃあはいハイさんのタルトは、みんなが何のねタルトのケーキにしてもお揃いになるようにフルーツにしました。フルーツケーキだからね、なんか単体のフルーツとかでも多分お揃いになるんじゃないかな。これ桃かな、桃とグレープフルーツとマンゴーとパイン、あとみかんとブドウとマスカット、いっぱいある。うん、あ、チーズタルト、それはリッチョじゃない。写真をメールで送って、どうしよう。はい、写真撮ってね、これスクショしママにしてもらおうとこうかな、してくれてるかな。スクショしてくれてるはず。はい。じゃあ食べまーす。よいしょ。いただきます。もう一回。もう一回ですって。もう外しちゃったのに、でもみんなが取れるようにもう一回。いっかな。じゃあいただきまーす。今度こそ食べます。よいしょよいしょよいしょ、外してあいちさん、いただきました。あいちん、はい、私はクリームを鼻につけることはありません。なんかクリームを鼻につけたら負けって感じがするんだよね、謎のプライド謎のプライドがあるんだよね。私もうつけたことあるけど、いや、なんか違う、みゆみゆさんがやるのはすごくいいじゃんけど、なんかその真似とかになっちゃう気がして、そう、本当に謎のプライドだよね。みゆみゆさんがやるからいいじゃん、うちがやるとなんかそのみゆみゆさんがやってるからみたいな風潮に乗っかってるみたいな感じになるのがちょっと嫌なんだよね。本当についちゃったらいいけど、本当につくことってあんまないからさ。同じことをあんまりやりたくないかも。やだよ、おでこになんてつけたくないよ、前髪が汚れちゃうでちゃん。みゆみさん本当につくんだ、すごい。本当に鏡でつけに行ったら NG。 いや、そうだよね。ハイの好きなイチゴ、イチゴがこの切れ端ちょっとだけ。よいしょ。
え、アユぶっ飛んでるように見えるのかな。まあいっか、そう見られても仕方ない。うん、おいしい。やっぱおいしいね。なんか昨日がテンション高すぎて、今日の配信なんかテンション低くて静かで、ちょっと昨日高くつすぎたのがちょっとあれなんですけど、私はね、あのあんちゃんのさ、あんちゃんのあの誕生日、あんちゃんのさおめでとうね、知れてね、もうねできなくなのがもう超ない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 なんです。もう朝からずっと泣いてるんです。私はもうこの調子、なんで寝ちゃったんだろう、なんであんな張り切ってたのに、何やってんだろうみたいな。結局なんか自分の張り切りすぎて、なんかもうえ、みんな予感はしてたの、なんでよ。あゆだけなんかちゃんと送ってる、なんだろう、夢トレだけはできてたの。なんか何時まで記憶あるの、わかんない。え、23時23分、違うな、23そんな並んでなかった、23時26分とか、なんかその数字を見た覚えがあるけど、そっから覚えがない。あのテンションで疲れてるだろう。確かに疲れてるかもね。死んじゃう。そう、なんか23時まではいったん起きてたんだけど、あんちゃんって意外とこういうの根に持つんですよね。そういうとこも可愛いけど、だからさっきもあんちゃんの手料理食べたいみたいな、あんちゃんの料理食べたいみたいなコメントをしたらネタ人にはあげますねって言われて、結構根に持つんですよあの子。まあそれも可愛いからいいけど、根に持つから、そう、本当に失敗したくなかった。1年後頑張ります。作ってくれるってか、作ってくれる機会があるのかな、そもそも。そこなんだよね。やばい、めっちゃ豪華でおしゃれなケーキだけど、ちょっと食べづらかったかも。このな並び方が。まあ美味しいからオールオッケー。あゆが朝送ったメールにをスクショして、あんちゃんにこれを送りました、本当にすみませんみたいな本当にすみませんみたいな、うん、メッセージを送りました。朝メールこれを送りました、本当にメールに書くくらい本当に本当に心から謝罪してますみたいな、反省してますみたいな、ガチ反省文、本当にそう、本当に反省。そしたらあんちゃんから許さんってきた可愛い、許さん、びっくりびっくり。そういうこと言ってくれるやつも可愛いんですよね。あんなたん、あんなたん可愛い、もう可愛い、何しても可愛いから許す、あゆが許す。てかあゆニックネームでね、あゆたんとかにしようかなとかも一瞬考えてたんだよ。
日向さんが日向さんだから。子供じゃないもん、セブンティーンもん、子供じゃないもん、セブン。やばいやばい、歌っちゃった。ニックネーム変えられるかな。どうだろう。でもなんかほぼあゆのファンの方ってほぼあゆとか言ってるから、ぶっちゃけなんかハラちゃん、なんだろう、ハラちゃんってインパクトはあるけど、なんかあんま可愛くないなって。だからあゆちゃんって言うんです。あ、そうなんだ。ハラちゃんって可愛くないから。やばい、おもろい。やっぱそうだよね。みんなもそう思うよね。バブミでいいじゃん。やばい、おもろい。ちゃんとミが、あゆみのミなの、おもろい。あゆが読みやすい。なるほどね。読みやすいよね。あゆって呼びやすいのよ、わかる。なんか友達もみんなあゆって言うんだよ。はらちゃんやめようかな。死んじゃう。おもろい。なあ、好きなように呼んでください。私は何でもいい。あゆがいっちゃんかわいいよって言ってる。わかる、それが言いやすいんだよね。あゆがいっちゃんかわいいよって。まあ別に別に、ね、全然あゆ、はらちゃん呼びでも、あゆ呼びでも、何呼びでも全然いいんですよ。もう好きなように読んでください。やばい、なんか言い呼びの方がいいかなみたいな多いんだけど、で好きなように読んでください。じゃああゆたんで、やばい。どうぞ好きなように読んでください。だから結構初期の方、最初の方から結構なんかそのコールはハラちゃんだけど、なんかあゆでもあゆみでも好きなように呼んでくださいって結構言ってたの、覚えてる方は覚えてると思うけど、そうだから好きな、本当に好きなように呼んでもいいんだよね。ハラミでもいいな。なんかはるかさんはあゆのことハラミってつけてくれたけどさ、全然ハラミって呼んでくれてないんだよね。忘れてるのかもしれない。ね、結構最初の方からなんでハラちゃんにしたんだろうって、なんか後悔じゃないけど、後悔じゃないんだけど、全然後悔じゃないんだけど、うん、そう、名字呼びっていないし、結構印象つくかなみたいな思ったけど、やっぱりそうだよね、はるかさん記憶ないよね。可愛いのであゆみんでもいいよ。あゆでいいよ、本当に好きなように呼んでほしい。変えられるタイミングで変えてみてもいいんじゃない。わかんの、あゆも変わったいななんて思ってる。どうしよう。あゆたんっぽさはある。あ、ほんとに？ゆみちゃん呼びどう？ゆみちゃんだとさ、あゆのさ、原型とどめてないやん。ゆみちゃんっていう名前の子みたいじゃん、私。カルダンって言ってた、花前の曲。そう。ほどゆりやさんが、カドちゃんだから、はい、もう、ハラちゃんで行こうかな、みたいな。あ
みんなさ、大喜利始まっちまってるよね。そうなんです。でももう好きなのにしちゃいます。あ、好きなのにしちゃいますじゃない、好きなの呼んでください。呼びたいくんに、でもコールは統一感あった方がいいから、一応今はハラちゃんでお願いはしてるけど、はい、あとなんかハラちゃんことハラあゆみですっていうのが一番言いやすかった。あゆちゃんこと、その4期生って最初は全部ね何々ことって、そのコールしてほしい名前を言うみたいになってて、ねえ、あゆちゃんことはらあゆみですよ、もうはらちゃんことはらあゆみですが言いやすくて、それでです。もしかして前髪切った、結構前から切ってたんだけどな、ブースティーの2日目から切ってたんだけどな量増やして切ってたんだけどな。あやちゃんの親近感湧くから好き、あ、本当に親近感湧くなら全然はらちゃんでもいいわ。おさまことあゆちゃんです、あゆちゃんです、あゆちゃんです、やばい、はらちゃんおもろい、うれしい。うん、美味しいけどまだまだいっぱいある、全然普通に突起でサイズなんだけど、妹ちゃんのこと妹ちゃんですって言ってたの思い出しておもろい。あ、妹ちゃんがね、妹ちゃん本名を出したくないから、出したくないっていうか、あゆが出さないでねって言ったから、本当に怖いから、まあなんかあゆを応援してくれるのはすごく嬉しいけど、家族のことにね入ってくるのはさすがにねちょっと怖いなって思うから、妹ちゃんは妹ちゃんです。妹タンタン、かわいいのよ本当に妹タン、あゆのアイドル。あー、ちょっと巻き髪うまくいっても、うちテンション高いはずなんだけど、テンションルンルンなはずなんだけど、でも昨日がテンション高すぎてちょっとテンション低いです今日は。そう、線引きは大事よ、本当に大事。技術センターの別のレーンに行ったらナイス釣りを受けたじゃん。あ、ナイス、私の釣りを受けた方ですね。入って来てよーって釣ってたんだよ。すごくない、このアユガだよ言った人はわかると思うけど、このアユガだよ、すごくない、ずっとこうやって、うん、出てたんだよ、すごくないこのアユがだよ、やっべやっべやっべどうしたアユはやばい、どうしたアユはやばい、
やっぱ見てたよね、みんなね、いたもんね。ちょ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 、東京ではいっぱい釣れました。ブースティのハイタッチの時はちょっとあれだったな、そう、おいでおいではしてたんだけど、ちょっと東京の時よりはうまくいかなかったかな。ついに来たよって言ってくれた人もいた。いた、たくさんいました。もううれちよでした、うれちよ、ほんとに。大釜楽しみ、でも、あ、楽しみにしててください。じゃあその4期でもうさ、売り切れ完売のね、子がいるから、なんだか不思議な気分、それでテンションも低いのか。でも大丈夫、今日は200日のお祝いなのにテンション低い配信になっちゃ嫌なんです、私は。うん、おいしい。おー、すごいね、ひろかっぴ全完売、あんちゃんも完売出してるんだよね。本当にすごいんですよ。癒し配信、私わかんないんだよね、やり方がよく。大釜あゆたんとって、やばい、あゆたん呼び早速使ってと思わない。あゆたん撮ったよ、うれちん、たくさん来てね。もうあゆ推しじゃんこれ、あゆ推しじゃねえかこれ。あゆ推しじゃねえかよ。じゃあ、あゆも完売させようね。うん、完売したいです、一部だけでもいいから。とりあえず配達会は来ました。ね、うれちい、じゃあおしゃべり会も来てね。パカラッパカラッパカラッ。あやとの初のおしゃべりはしたけど、初の感じがないくらい楽しかった。え、ほんとに？なんかあゆってなんだろう、はじめましてって感じよりもなんかわーいって感じの方が多分大きいと思うから、ハイトのしゃべり楽しいからな。うん、ぜひ来てね。嬉しい、初めまして感なかったの。逆になんか初めまして感があった方が良かったのかなとかも思うけど、いや、ない方がいいよね、楽しいもんね、そっちの方が。11月2日？あ、オンラインの方か。オンラインの方は、まあ、あの、はい、あの、うさちゃんやるんで、私の本業ですかね。ね、楽しいのが一番でね、友達って感じがいいのよね。うん。初配達やったけど、いつも通りなのが強かった。ほんとに？レピー。もう初配達も楽しかった、めっちゃ。あ、11月2日がイチゴか。この10月の20が、うさちゃん。ぴょん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 。じゃあ明日の夜公演を始めまして感満載のお願い。
はじめましてか、前さんのちょっとああいうありがとうございましただけになっちゃうから、あの受付とかね間に合えばおしゃべりできるから、それでちょっとなんか面白くできたりするんだ、面白くそのはじめまして感できたりするんですけど、いちごのかぶりもできないわ。マジで見てほしい、本当におもろいから。もちろん写真も送るんですけど、いちごあゆとおしゃべりしてほしいですね。今日は天使ちゃん、天使じゃなくて天使っていうか妖精じゃない？パタ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 、受付は後ろの方だっけ、そう、あるいは最近ほぼ受付が最後です、ガチ最後。左つの？これ？つけてる位置がおかしいだけかな。まあいいか。百均クオリティなんだ。そんな百均さんもあいは大好き。羽だよ、羽の形してるんだよ、これこの後も夕飯も食べる、うん、食べない、最近はみんな大好きなの味方、わかんのてか早くゲームしないとさあれじゃない、早くゲームしないとさあ、まあね、じゃあゲームしましょう、何にしよう、じゃあなんかこのゲームは何ポイント何ポイントみたいな、例えばじゃんけんとかだったらそのじゃんけんに勝ちが3ポイント、あいこ2ポイント、負け1ポイントみたいな感じにします。じゃあまずはじゃんけん大会からしましょう。じゃんけん大会すんでよ、どうしようか、どうやったらじゃんけん大会、もう先にファンの人がじゃんけんを出しておくのか、でも出しておいて、まあいや、みんなの全員をさ、全員のやつをあできるわけじゃないから、それどうしようかどうしようか、なんかもうやっちゃってる人いるけど、自己申告でしょ、そう、なんかもう同時にやるけど、これでねちゃんとコメントしてで。知ってる人だけが参加できて、でまあね、これで
もういいですよ。別に私はズルをしてる人でもね、もういいんですよ。ズルしてても、その代わりズルして後から言われるのはあなたですよ。それだけ分かっててくれたら全然、もう全然いいですよ私は。はい、私は全員分ね把握できるわけじゃないので、もうあれはね、そう名前を呼ばれたいからってだけで、ちょっとそういう感じでね、ズルしちゃうのはまあね、別ズルしてもいいけど、後からぐちぐち言われるのはあなたですよ。それだけご了承していただければ全然全然大丈夫です。まあ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 、そう、アリちゃんは別にそんな、はい、そんなあれです。全員分把握できる天才じゃありません。はい、じゃあじゃんけんポンでみんなコメントしてね。ではいきますわよ、いきますわよ、くる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 、はい、じゃん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 、最初はあゆー、最初はあゆー、やばすぎ、じゃん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 、最初じゃん、最初はあゆー、最初はあゆー、せーの、最初はグー、じゃんけんぽーん、あいちゃんはチョキを出しました、イエーイ。最初ははゆーな、ごめん、あれだね、分かんなかったね、タイミングが。はい、勝ち3点、負け2点、じゃら間違えた、あいこ2点、負け1点です。あゆは一番その全部、そのゲームの全部計算して最後何点、ちゃんと自分で計算してね。はい、グーが勝ちです。チョキがアイコ2点、パーが1点、そう、最初はあゆー、最初はあゆー、あゆはどんどん全部最高のやつを計算して、最高何点中何点でしたかってやります。それで優勝者を決めましょう。はい、じゃんけん大会大丈夫、計算できた、計算じゃないや、まだ1問目だもんね。死んじゃう、あ、そらちがよかった、あ、そらちがよかった。じゃあはい、どうしよう、まあ、じゃあじゃんけん大会 5回ぐらいしとく。何回したらいいのかよくわかんないのこれ、どうしよう、まあまあまあ、はい。じゃあはい、いきますよ、さあ、じゃあちゃんと、実はちゃんと最初はグーじゃんけんポンのやつでいきますよ。え、5回も？あ、そんなにしなくていいって。確かに別のゲーム、でも別のゲームって他に何があるっけ？あ、3回にしましょう。じゃあ3回。あと2回ね。あと2回。いきますよ。最初は、あゆー。じゃんけんぽん！あゆちゃんは、パーでしたよ。なんかパー多い、はい、ちゃんはパーを出したよ。じゃあこれちょっとずつ点数変えていこうかな、別勝ちの人が3点とかじゃなくて、勝ちが2点、負けが3点みたいな感じにするとあれかな、
変換できなくて間に合わなかった。わん泣いちゃう。それはマキがさ、いや、そうそう、もう同じにしよう。勝ちが勝ち3点、アイコン2点、負け1点です。あ、今のところね6点なんよ。最後に1万点とかやめてね。めっちゃしようと思ってたんだけど死んじゃうでもケイちゃんが大変になっちゃうのでやめまっちゃう。確かにね、頭こんがらがっちゃうね。はい、6点中今皆さんは何点でしょうか。今2点です。やばい、2点。はい、じゃんけん大会次がラスト。これ痛いかも痛かった。持ってるね、こうやって。うーさー、やばい、やばい。はい、じゃあ最後いきますよ。いい？いくよ。じゃあ最後はもうね、ほら、あの変換ミスとかなんないように。大丈夫？準備できた？もうもうできましたか？ OK かな。最初はあんゆーじゃんけんちゃん。あいちゃんはチョキを出しました。はい、さっきと同じです。勝ち3点、アイコ 2点。アイコ2点。負け1点。最高点数9点です。サザンが9点の方とかいらっしゃるのかしら。8点だ。お、すごいじゃん。すごいやないかい。でも見る限り9点いなそうじゃない。負けは100万点でちゃうわちゃうわ。1点だ。4点でも大丈夫だよ大丈夫だよ。パタパタパタ。3連勝いるのかしらね。いるのかな。今のとこ8点が一番高いんじゃない。お、すごいよ、すごいわよ。妖精の羽使ってボケてみてってちょっと怖いこと言うね。こんなんボケられないでしょ。どうやって、ボケ要素ないんですけど。怖いこと言うね怖いこと言うね。ちょっと待って、無理だよ、考えられない。ちょっと読まなかったことにしよう、このコメント。死んじゃう。やだ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 、ボケません。これは絶対滑るの確定なのでボケません。鼻に蝶々止まった。何ちょうちょ止まった。パタパタパタ。
鼻クリームじゃなくて鼻チョウチョで、え、これ別に滑ってないし、別にさ、これボケてないし、ね、これボケてないし、別に何滑ったって、ボケてないし、あゆ別にボケてないし、ただ鼻にあ、チョウチョ止まったじゃんって思って鼻にちょっと止まったって言ったんだけど、ねえねえ、ボケてないんだけど、ねえ、あゆボケてないよ、ねえ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 、なあ、ボケてないから、なあ、ボケてないから、はーちゃんボケてませんから、じゃあ次は何しよっかあゆの機嫌を直すゲームやばい、途中だけど離脱します、やあバイバイ、ありがとうね、笑いたいとじゃないんだけどな、まあいっか、じゃあじゃんけん大会は終わりってことで、次は何大会があるかしら、ふん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 、愛ちゃんは自称正統派、正統派、正統派アイドルかな、だってダンスも上手で歌も上手、そしてこのビジュアル、あ、待って、ビジュアルは入れない、やめた、ちょっと待って、ちょっとやめよう、うん、でね、正統派じゃないですか、すごくすごく何でもできちゃう生徒派アイドルですよ、私はいごめんなさいね、配信中席しちゃって、何ゲーム、なんかぶりっ子ゲームみたいなのあったけど、それ皆さんできるんですか、皆さんできるんですか、ぶりっ子投票機能で50対50を目指すゲーム、あー、でもそしたらポイントが入らないよ、どうやってポイント入れればいいの、そういう時って、データ派の萌え目尻フ大会お願いします、え、あ、じゃあこれでなんだろう、どうしよう、え、どうしようポイント制の、ポイント制の、ポイント制のゲームってどうしたらいいんだ、なんかすごい、そう、投票機能使うとかいろいろみんな言ってくれるけどさ、あゆの朝食、あ、今日のお昼って何だったっけ、あゆちゃん、あ、じゃあ今日の朝でいいか、じゃあ問題、ででん、あ、で、これで投票を使って、なんか何個かこの候補出すから投票を使って、あれしようかな。例えば1番が当たりだったら、その1番に3ポイントみたいな。あ、そうしよう、そうしよう、そうしよう、決まった。じゃあ、愛ちゃんの朝ごはんは何を食べましたでしょうか、ゲームで、これは、2番が2点だよとかそういうのはありません。もう3点のやつしかありませんよ、皆さん。これはガチ真剣に当てないと。真剣に当てないとですからね。気をつけてください。はい、気をつけてくださいね。いきますよ。じゃあ、あゆの朝ごはんは、そう。で、その、あゆの、アリア何を食べたでしょうとか、あゆは何が好きでしょうとか。
あゆ当てゲームにしよう。で、当たったやつに3点。3点も入るんだよ。3点差になっちゃうよ、これ外したら。すごいよ。それでも何個候補、3つ候補あげるから。あ、2つが1回する。じゃあ2択にしよう。2択にしてあげる。あゆも考える方、その方が楽だし。じゃあ行きますよ。あゆが今日の朝食べたのは丸1ぶどう、丸2マスカット。はい、どちらでしょうか。丸1ぶどう、丸2マスカット、どっちでしょうか。はい、これ、あ、投票。はい、丸1ぶどう、丸2マスカット、なん、どちらでしょうか。どっちもぶどうや、確かに。いや、紫色か緑色だよ。紫色か緑色。みんなどっちに入れてるかな。なんか誰がピョン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 ってやったかさ、わかるじゃん。勝った人には萌え台詞とか言うと思う。いや、勝った人にはハート付きお名前だからありがとう。はい、もう投票よろしい感じですかね。あ、よろしい感じなんじゃないでしょうか。それでは投票切ります。3、2、1。お、丸1が 25% で丸2が 75%。 果たして結果は、ドゥルルルル、ドアルムロールで、ドゥルルルドゥルルルル、やばい、できなくなっちゃった。ずる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 。てん、マスカットでした。丸二のマスカットでーす。結構ね、半分以上の人が当てたんじゃないでしょうか。実はこのね、マスカットとブドウが出たんですけど、まだ朝のブドウがこちらに、こちらに残っております。やばい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 、あれあれあれ、そうなんですよ。だから本当予定的にはこっちも食べてたらね、両方ね正解だったんですけど、はーい、惜しい、惜しいですね。本当にもしかしたら今日の朝の気分的にはね、この答えも変わってたかもしれないんで、結構ねこれ危なかったですね。皆さん、当たりは10点。違うわ。3点だわ、3点。3点です。今の合計、最高の合計は12点。究極の2択。あ、じゃあこれ究極の2択にしてさ、どっちがあゆが当てそうかみたいな。やんない？それもありだよね。あの、別にちょっと今日のなんか二択とかもちょっと難しいし、はい、あ、でも究極の二択もそうだけど、あ、じゃあ今日のお昼、じゃあはい、もう次いきますよ。巻き取れてない、でもこれくらいが良くない、ゆる巻きが、ほらゆるゆるの巻きが良くない、はいよね、いいと思う。はい、次はまだ究極の二択じゃなくて、
今日のお昼ご飯はお弁当の中に入ってたのどっちでしょうかってやつね。はい、いきますよ。ぬい。今日のお弁当の中身に入っていたお野菜は1、ブロッコリー、2、トマト、どちらでしょうか。チャンチャンチャラチャラチャンチャンチャラチャラ、はいはいはい。ママが今お弁当箱出しなさいってきた。やべやべ、そうだった。はい、1がブロッコリー、2がトマトです。どっちでしょうか。あれ、どっちだったっけ。合ってるよね。1がブロッコリーで2がトマト、そうだよね。どっちでしょうか。ママは結構ね、お弁当の中身の彩りとかも考えてくれるから、結構ね、ああいうの好き嫌い関係なくズバズバ入れてくるんですよね、ママさん。お弁当の中身の今日のお野菜は1、ブロッコリー、2、トマト、どっちでしょうか。あ、もう投票終わったかしらね。1がブロッコリーで2がトマトだよね。はい、いきますよ、いきますよ、投票いきますよ。3、2、1。お、1が 66.8%、 2が 33.2% ということで、結果はドラ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 できない。ドラ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 。はい、1を選んだ方は3点ゲット。はい、15点です、最高点数は。彩りとか言ってね、ちょっと惑わしたけど、今日はママは珍しくトマトを入れないでブロッコリーを入れてくれました。マヨチキ、うん、何もついてない。よし、ごめんよ、一瞬ぐるぐるなったよね、多分。よし、みんな今の結果はどうかな。はい、最初のポイントしかない。お弁当出してない、まだ。はいはいはい、じゃあどうしよっか。次の問題はどうしよう。じゃあ最後の二択問題にしよっか。最後の二択問題は、どうしようかな。なんか究極の二択みたいな、ないお題。最後の問題は正解50点かな。50点やばい。
でも最後だけ5点とかにしよっかな。それぐらいならワンちゃん追い上げもあり得るとかなんじゃない？母ちゃん押してるかな。いやいや、あ、ママがいいことをやってくれた。はい、じゃあ最後の2択、まあまだ問題的にはね最後じゃないんだ、ゲーム的には最後じゃないけど、最後の2択は、今日の夜ご飯は牛肉だったでしょうか、豚肉だったでしょうか。てーでん、1が牛肉、2が豚肉、何のお料理かはまだ秘密。あ、やばいやばい、投票やってない。はい、スタート。1が牛で2が豚肉。瀬戸ブイヤン大好き、愛ちゃん。自分が食べたい方かな。あー、それもいいと思う。どっちが食べたい？あいちゃんお肉大好きだからな。さあどっちでしょうか。いいかな、もう投票切って。え、1が牛で2が豚だよね。はい、切ります。3、2、1、てれん。あ、1が 37.3%、 2が 62.7% ということで豚肉の方が多かったですけど、はいはい、いきますよ。正解は、じゃん、豚肉でした。2の豚肉です。2だよね、豚肉って。はい、2の豚肉でした。今最高18点ですね。豚肉です。今日はなんか豚のひき肉の下にキャベツを敷いた、なんか敷いて蒸して、でなんかポン酢みたいなやつかけて食べました。まだ読んで、なんてかわいそう、なんかかわいそう。最初のじゃんけん2回負けた後全部当たった。お、すごいじゃん、すごいじゃん。そうそう、結構さ、あゆがその正解の方が結構投票結果的には多い方だったから、まあ、当たってる方はね、2択は無敵。あ、無敗だった。やばい、無敗。やばい。やばい。なんか難しいやつ出せばよかったな。でももう最後って言っちゃったんで。どうしよっかな、次は何があるかな。あっち向いてホイとか、うん、あっち向いてホイ、はい、うちわにしたらさ、うち熱が作ってちょっと、どっち向くの、あゆ、今日は歌ってくれないの？ええー、歌うですって。じゃあ、あゆは今から何を歌うでしょうか？
タクチクタクチクタク。正解は歌わないでした。結局の二択クイズ楽しかった。わかんの、あゆもさ、あゆもなんか究極の最後は別にあっち向いてほいとかやりにくいし、究極の二択の方がなんか投票とかできてよくない？いや時間がないからさ、また今度あの機会があったら歌うよ。いや歌いたいけど、あゆもそう時間が、あゆも歌いたいよ、いや時間がないじゃない。まだのさたなさららいつもはい、カラオケまた別日に。上下左右で投票できる4択、4択クイズにする？3択にする。さっき9、2択だったけど3択にする。でも待って、3個も考えるのがあゆがあれなんだよ。確か25までできるのよね投票。そうね、25までできます。どうしよっか。48択、それやばい。はやちゃんどっち向くでしょ。あっち向いてほい。まあじゃあこれは1234とかじゃなくて、その矢印みんなが上下とか横、あ右左とかやってね。いいかい？じゃあこれはあのそのなんだろう、例えばあゆが右向いたら、その右が3点で、その右の反対の方が2点、その向いた方の反対側が2点で、あとはもう上下とか左右とか残り物が1点。これにしますね。3点、1、2、3点、いいですか？わかりましたか、ルール。じゃあもういきますよ。あゆちゃん、あゆちゃんってどっち向くの？いや逆向いたらマイナスでも面白いで。いや確かにめちゃんこ面白いけど、あでも確かにそれだったら希望があるね。で、あゆが向いて逆の方にした人はマイナス1点。ね。消えるのありかも。はい、マイナス1点です。で、その、どちらでもないやつが1点。2点がないです。今回は。向いた方が3点。はい、いいですかね。ちょっと変更しましたからね。じゃあ行きますよ。あゆちゃんってどっち向くの？あっそうで、あっそうで、あっち向い、あっち向いて、はい。あゆちゃんは上を向いたよ。はい、さん上向きました。はい、下って書いた人はマイナス1点、右側左の人は1点です。そして見事上をにした方は3点あげたいと思います。
21点です、今最高が。最高21点です。暖かい合計13点、あ、15点やで。16点、17、お、17が一番多いかな、今。今最高21点。18の人とかいるかな、18以降。ね、優勝者がちょっと見えてきたんじゃないの？はい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 、踊ってる場合じゃないね。はい、次行くよー。はぎちゃんってどっち向くの？あっそれあっそれ、あっち向いて、はい、準備準備、あっち向いて、はい、はぎちゃんは左を向きました。あ、なんか右が多いね。あれ待って、でもさ、あれか。コメント。やばい、矢印とかにするとちょっと、あれかな。画面は右だけど左だったか。うん。え、どうしよっか。画面が右なら、右で、右にしましょう。はい、右でーす。右です。左ってやった人は、あれです。マイナス1点です。画面側にしますよ、画面側に。画面に合わせます。はじめ、あ、反対向いた人、こっちの人はあれです、こっちの人がマイナス1点、上下がプラス1点です。良いかな。で、最高が今3パ24点、最高点数24点です。次が終わりかな、今55分だし。はい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 、どんどん行っちゃうよ。いいかな。お、いい戦いになってきたんじゃない。じゃあこれもう最後だし、当てたい人には5点あげちゃいます。当てた人には5点あげちゃいます。で、マイナス制度はなし。反対向いた人が、ま、あ、それ以外は全部1点。あ、いいよ、みんなやる気になってきたじゃないですか。いい？最後いくよ。やばい、今56分。あゆちゃんってどっち向くの？じゃん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 、あっち向いて、はい、あゆちゃんは上を向きました。上でした。はい、最高点数だと 1,2,3,4,5,6,7,8,2,29点、29点が最高です。
そして君たちは何点なんだ。登壇上読みしないと。あ、21点が一番じゃない今のところ。21点より上の方いますか。いないですね。じゃあ、はい、じゃあ団長読みを先にしちゃいます。いきます。13位大村、ありがとうございます。12位青、ありがとうございます。11位ヨトーピャン、ありがとうございます。10位サトマサ、ありがとうございます。9位まえちゃん、ありがとうございます。8位トンスケ、ありがとうございます。7位鉄尾、ありがとうございます。6位タムちゃん、ありがとうございます。5位ウッチー、ありがとうございます。4位コウスケ、ありがとうございます。3位しのぶ、ありがとうございます。2位りょう、ありがとうございます。1位エイタロウ、ありがとうございます。そして21点獲得の方、誰だっけとか言っちゃった。はいと答えてください。一応念のためね。21点獲得の方、やばい、今19分、やばいやばい、19秒、やばい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 、終わりです。あ、来た来た。はいはい、まえちゃんいつもありがとう。200日できたよ、ありがとねー。まえちゃんありがとう、大好きだよ。はい、ハート付き原由美名前呼びでした。みんな毎日配信いつも見に来てくれてありがとうございます。毎日毎日、はい、もうみんなが来てくれて癒しです、癒しです。ありがとうねー。